めげないしょうがない。ごめんなさい。はい、今回の動画は、サンリオシナモノール新しい日に行きまーす。イェーイ。2月初のくじ動画でーす。はーい。はーい。一発目はね、シナモンくんのくじということで、もうシナモノール、もう精一杯じゃない。もう俺が今精一杯だよ。いっぱいだよ。助けてくれ。俺さ、いつもさ、シナモンくんとミルクのセット好きって言ってるじゃん。今回ミルクいないの。でも逆に言ったら、シナモンくん好きからしたらもうたまらんでしょ。そうだね。もうどれ引いてもシナモンくん。素晴らしい、素敵じゃないの、これは。今回のコンセプトがね、おしゃれなスイーツデザインということでね。はい。で、めちゃめちゃね、豪華なんだよね。胸元にね、もう大きいリボンつけてさ、で、頭のところにこれマカロンだよね。マカロンね。いや、すごい、ちゃんとスイーツしてるんだよ。水色のマカロンってどんな味するんだろうね。ああ、なるほどね。なんか歯磨き粉っぽい。歯磨き粉。あとはシナモン君の誕生日3月6日なんで、そういうのって結構前倒しで準備はするじゃない。だからシナモン君3月にお祝いするためのこのグッズをね、今もうこの時期に出してるわけですよ、きっと。前夜祭みたいなもんだね。前夜祭何回やんのそれ。それでは早速ラインナップの方行ってみましょう。まずは上位賞1番、チーズ&チョコレートフォンデュメーカーですね。おー、フォンデュメーカー、まあちょっと久々に見たような。チーズおわチョコレート。チョコレート。そうです。俺チーズで。はい。まあどっちも高カロリーですね。多分いつも通りの作りとはなってそうだけども。そして2番、トートバッグですね。写真見る限り、すごいなんかシンプルな感じですね。そうだね。うん。ちょっと裏面とか気になるね。はい。そして3番、これね、すごい、グラス。はい。いつもなんかグラス系、ね、なんか会社とかであったりしたけど。そう。今回上位賞にあるんだよ。そうよ。ねえ。で、これデザインこれ見るだけでめっちゃおしゃれそうなのよ。おしゃれで可愛い。ねえ、この2つが合わさったグラス。うん。これめっちゃ気になってます。で、ここから、会社を回していきましょう。はい。4番、5番がポーチのホワイトとブルー。6番がメラミンプレート。7番、8番がドキュメントファイルのホワイトとブルー。そして9番と10番、アクリルマスコットのピンクとブルー。11番がステッカーセット。12番が保存容器のホワイトとブルーとなっております。多分、そう、会社全部、これ過去にあったものです。はい。ものとしては。で、ラストスペシャル賞が、まあ、曲がってるよ。シナモンくんだからね。シナモンくんのぬいぐるみ。はい、もうラストはもうシナモンくんっていうイメージがもうめちゃめちゃついてるよね。帽子がまた可愛いね。そうね。てっぺんなんだろうね。ちょっと生クリームちょんみたいな。そんなイメージ。いや、玉ねぎ。いや、ニンニクかもしれない。あーねえ、ニンニクさん。ねえ、岩井玉さん。今回はセブンイレブンとイトーヨーカドーさんで発売されるくじということで、一回770円となってます。いつも大体800円なんだけども、ちょっと安いです。この30円の差、バカにしちゃいけないよ。そうね。ねえ、だって10回引いたら300円。おー、ねえ、高い。ねえ、車買えちゃう。ねえ。買えねえわ。いつもだったら1万円企画の時って6回やってるじゃん。今回ちょっとね、手を伸ばして、7回いこうよ。あら !7 回ずつ。セブンイレブンで、770円で。いや、すごいいいじゃん。7回。ね、演技がいい。いや、めっちゃいいでしょ。はい、なんでね、7回7回勝負。で、上位賞じゃなかったら追います。あ、そうね。はい。で、狙いが、YS が2番のトートバッグと3番のグラス。特にグラスがね、結構気になってます。で、トートバッグはちょっとね、物次第。レオナはアクリルマスコットのピンク。耳を縛ってる、このシナモンくん。めちゃめちゃ好きなんで。はい。過去にもね、こういうね、デザインあったけども、今回もこういうのをやっていきます。じゃあ、筋肉いきましょう。はい、僕もですね、グラス気になるんですよね。なるほど。3番狙っていきます。はい、あと、10番の方のアクリルマスコット。ブルーですね。あ、じゃあピンクとブルー両方だね。はい。うん、で、あとは、ステッカーセット。さあ、今年ね、入ってね、もうめちゃめちゃいい引きしてたけども、はい。今度こそどうなるか。前もなんかそんな感じだったけども、いや、これ本当にいつまで続くのってめちゃめちゃ気になってるところは、ね、自分も視聴者さんもあると思うんで、はい、今回もご視聴ください。それでは、全力で頑張って引いて、いきましょう。よし、いつものやるぜ。私もやろ。これね、せーの、よいしょ、これでいこう。いい？俺選んじゃったけど。いいよ。じゃあ行くぜ。片方が先行。いきます。せーの。よいしょ。10。おくんまーい。言わすんじゃないよ。それでは、タイロ。お願いします。では、行きましょう。7回って新鮮だね。確かに。でも7っていう数字ね、ほら、ラッキー7って言うじゃん。おー、言うね。うん。そういうことは。だって2月初なんでね。確かに。いやちょっと気合入れてみたら、ね、そう。今月初の引きはどうでしょうかね。さあご利益を。ラミンプレート。うん。おお。7つ。お、マジだよ。9。狙い出たよ。プレ、あ、勝った。なんで勝った。おおいいんじゃない。おおどっちで
うぃうぃやるよやったですげえな引きやっぱ続いてんね、うん、はいはいはい、はい、まあまあまあ勝ったけど今狙い出しつつも2番を引いてく裏面の主張すごいねなんかねいやはいおお下行くねマジか前回引き良すぎたからなちょっとねもう自信がないんだけどもまあまあまあこの無欲さが大事です、じゃあ君からいきますねはい、はい、よいしょおっドキモキブルー、あっブルーブルーですね3枚目お3枚目おクロス出たチャンスあらよ俺メラミンここではバラケットはいるはいあーかぶったブルーめっちゃブルーポーチホワイトを初ポーチきましたねラストですお願いしますあーかぶったーまあまあまあはい普通に意識したね本当にね素晴らしいちゃんとね狙いの会社も引いて、うん、ではいグラスとフォトバック狙いでさ上位賞がちゃんとピンポイントで引けた ね、 ね、うん、はいすごい良かったです前回とねそれは比べたらさ上位賞多くないって思うかもしれないけどそう思ったあなた、はい、まひってますからそうだね先月3本めちゃめちゃ意識したからね逆にねこの7回っていう回数がまたこういう結果を導いたのかもしれない、ね、もしこれが6回だったら心境がね変わって違う引きをしてた可能性がしたらねもう上位賞なかった可能性もあったもんね あるあるはいだから全てはこの7回っていうね回数を決めた、うん俺のおかげですいい話だったのになぁなんだろう運営さんが頑張って770円にしてくれたからでしょあそっかそうだだから俺も7回にしようっていう考えが生まれたわけだそうでしょなるほど運営さんありがとうございますありがとうございますはい保存容器のブルーですねはい、はい、デザイン背景がブルーだから割とねちょっとね衣装とねちょっとパッと見同化してる部分はあるけども、ね、まあでも全面もなんかシナモロールカラー感が強いですね、うん、青白あとこの金っぽい感じかな黄色系っていうのかなのもうほぼほぼ3色だけ使われてデザインされてるっていうね結構シンプルだけどなんかこれがまたちょっと大人っぽいというか、まあ、おしゃれな感じが伝わってきます、うん、容量がね 750ml、うん、そして、この蓋をねつけた状態での電子レンジはできませんと外して使ってくださいねっていうタイプでした前と一緒だね耐熱温度140度で耐冷がマイナス20度と非常に幅広いですはいこれ俺だったらもうね耐えられないいや誰でも耐えらんないよこれ4箇所パッチンだね4箇所あ頑丈だおいいね4箇所いいね安心だねそうねこれね2箇所だとねちょっとねそうそうそうたまに片方外れたらもうねドボーンドボーンで怖い怖い怖いはい行きますじゃん結構薄めではあるまあお惣菜とかなんかね入れやすそうだけど薄めの広めって感じだね、うん、そうね、うん、はいステッカーセット狙ってましたわ素晴らしいおめでとうこれねぜひねみっこちゃんにプレゼントしたあそういうことねデザインはですね、うん、今回メインになってるしのもくんが、うん、表面にはプリントされてます、うんねはい、で裏面には、はい、ほら、うん、見てくださいこの、ね、耳を、はいね、束ねられているしのもくんが、うん、おーレモンが好きなやつだこれこれ ねこれかわいいよねで結構ねこのクリアファイルケースがですねいい感じの大きさで、うん、多分このステッカーを入れる以外にも用途が使えそうです、はいはいはい、ここがちゃんと止められるようになってるんですよ、はい、なのでこれをもし逆さまにしても、うん、こぼれないなるほどそうカバンの中でどっか行っちゃったとしても、うん、中身ぶちまけない便利ない勢いとノリに全てを任すよね今2人でねあとこのステッカーですね全部で18枚はいありますのでもうね使いたい放題選び放題いやたくさんあっていいよそういうよね、うん、ライトじゃないピンクピンクです大丈夫ですピンクですそれは白じゃねえのいやピンクだよ、ね、白でしょこれピンクでしょピンクかいやピンクだよこれついに目悪くなったいやこれはどう見てもピンク本当にいや白だよマジで言ってるあれ白あちょっと待って画面を通すとピンクいや画面通さなくてもピンクだよピンク言うたらもうちょっとほらこのぐらいのいやそれはね確かにピンクだよこれはピンクだよいやこれも十分ピンクポンポンだよほんと買えないなアクリルマスコットピンク、はい、ポンポンピンクらしいポンポンピンクポンポンピンクね、はい、でどうですかこの、うん、この耳の部分を、うん、キュッとされてるシナモくん、うんうん、結構安定感半端なくない確かにでこの形がすごい整ってる感すごいね可愛い左右対称でシンメトリーで確かにでこのスンとした顔、うん、いやーシュールだな、うん、あとねでか
かい。でかいね。思った以上にこのアクリル部分でかいっす。10センチです。10センチすごいね。でかい。部分カラビナになってますので、はい、カバンにつけて一緒にお出かけもすることできます。はい。これすごいいいです。ワイヤスお墨付き。いかがでしょうか。宣伝大使か何かですか。ワイヤスおすすめの商品でございます。ちっちゃい俺引いてないんだけどね。続いてドキュメントファイルのブルーとホワイト。はい、行きましょう。うん、なるほど。まずデザインね、めちゃめちゃこれすごいね。そっちわちゃわちゃしてる。わちゃわちゃしてる。はい、こんな感じでーす。はい、いろんなね、ポーズ、表情のシザモンくんがたくさんいますね、うん。それだけじゃない。裏面もしっかり。あら、すごい。全面なんだよ。そう、こっちはめっちゃ賑やかです。に対してホワイトが。そう、はい、なんかね、シンプルもシンプル。うん、ここら辺にも。何もないんだね、そっちはね。はい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 。表の方も。あ、でも、このデザインなんだ。そうね。蓋のところね、シナモンロールって書いてあるんだけど、これね、塩。で、こっちはなんかちょっと金っぽい感じ。ね、すごい豪華だね、こっちね。はい。で、中身が、はい。これね、過去にもあったドキュメントファイル、作り一緒でした。あったね。はい。これないと、ポケットがなんと6。あら。6あります。すごいわ。めっちゃ使い分けできる。多分これ A4 サイズですね。うんうん、はい、ね。用紙挟んだりとか、できますね。うん、でここねちょっと出っ張りもあるんで、ここね、しかもちゃんと段になってるね。そう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 。でこの表面の材質がポリプロピレンでございます。ポリプロピレン、うん、まあまあまあ見た目通りのちょっとねスベスベな感じ。う、ね、うん、うん。こっちがメインだったね。シナモロールは全てがメインですから、うん、あ、ね、シナモロールがメインですから別に間違ってない。通りおっしゃる。これもメインですね。そしたらもうこれもメイン、これもメイン、全部メインですね。だってシナモロールが主役ですから、うんね、モン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 シナモンダーモン。おー、すごい、歌ってる。どうぞ。はい。メラミンプレート。はい。はい、これね、うん、メインになるシナモンくんがプリントされてますね。はい。かわいい。かわいい、ね。かわいい、ね。なんかね、やっぱ豪華だね。そうだね。デザインが素敵よ。もうこれの専門つったら、うん、高級なお菓子でしょう。なるほど。マカロン。マカロン。ね、まさに。そうです、マカロン。帽子被ってるけど。いいよね、これに刺身なんか乗っちゃいかんで。せめてフグ刺しだろ。フグ刺しかー。いつもそうなんだけど、メラミンプレートで、毎回ね、結構大きめなんですよ。そうね。で、いつもの特徴なんだけど、浅いです。うん。こんな感じ。そうそうそう。結構浅めの広めっていうイメージがあるんだけどね。はい、裏面は特にデザインはありません。あ、やっぱ俺より強いね。100度まで。大丈夫ですね。俺が勝てるグッズないの？耐熱温度30度とか。30度か。30度でダメになったらもうこの世に存在できないんじゃないの？あなたなんで存在してんの？そこだけ切り抜いたらただの悪口だ。俺に悪いように使われるんだね。悪い。あなたなんで存在してんの？あなたなんで存在してんの？あなたなんで存在してんの？はい、続いてポーチのホワイトですね。まず見て、ドドンと真ん中にレオナの大好きな耳縛りシナモンくんいますよ。素晴らしい。かわいいね。で、周りはね、もうね、シナモンくんではなくて、お菓子がいっぱいなのよ。すごいね。はい、で、裏面が、はい、また違ったね、時代のシナモンくんね。あるんでしょ？どうせあるんでしょ？はい、あります。安心感ねえ。しかもでかい。本当だ ね内ポケットっていうよりはもう仕切りですねこれね。そうね、うん、しかもねちゃんと待ちあるのよ。あら、うん、結構でかいね。物も結構物としては、うん、十分活用できます。だいぶいいよこれで、ね、入れてみよう。なるほど、はい、行こう。はい、おお、縦で入る。入るね、すげえ余裕じゃん。しかもねえ、これ刺しながらじゃん。ちょっと待って待って待って。あ、暗い。怖い。暗いよ。これは照明をね、支えるためのね、ワイヤスチャンネルにとってとても重要なものでしたと。そう。ね。それ引っ込めたら僕らの命綱なくなってた、ね、うん。なるほどね。しかもちょうどパチが通ったんだよね。はい、というわけで、ここから上位賞。またグラス、めちゃめちゃ気になってるんでね、これ開けていきましょう。サイズはね、別にまあ思った通りぐらいの、普通のサイズ感ではある。あとは気になるのはね、耐熱温度。ああ、でかいわ。よいしょ。おお、かわいい。高級感もある。これ上位なんだ。なるほどね。なんか過去の会社でもこれレベルのグラスが正直あったはず、うん、ただ久々に見た。確かに。だから上位にこれ格上げされたね、おそらくね。でも物としては全然いいです、うん、クリスマスとかにさ、シャンメリーとかさ、うん、入れたいかな、いいじゃないこれはね。はい、デザインこんな感じです。いや、めっちゃね、すごい笑顔なシナモンくん、うん、いや、かわいいね。コンセプトもお菓子っていうところでね、うんうん、でリボンが特徴的でね、この頭にマカロンつけて、はい、こんな感じですね。で、もうほんとそれ以外は、まあ、特に
はい、そうだね、デザインはなしと。ないね。容量が295なので、そんなにめっちゃ入るわけではないです。そうだね、はい、ただこれねマジで映える。だからお誕生日とか、うん、ね、そういうなんかお祝い事とかでね、こういうの使うのはいいと思いますよ、はい、気になってる耐熱温度どうですか。書いてない。え、書いてないね。でしょ、耐熱温度無敵です。はい、ではラスト、はい、トートバッグ、トゥートゥーバッグ来ました。トゥーですよ、はい、めっちゃでかいね。いいね、うんうんうん、たくさん入るよ。いや、めっちゃ入る、ね、広い、うん、ドキュメントファイルが A4 サイズでこんな感じです。お、はい、ファイルが入る。デザインもね、見てくださいよ、はい、このね、おすましたスヤモロークが、おめかししたシナモンくんが、はい、ドドンといるデザイン、はい、裏面にも、おお、なるほど、横でね、横でデザインがあるね。はい、マッカロンを持ったシナモンくん、そして周りにはね、リボンとかお菓子が、はい、ありますと。なるほど。で、素材がね、ポリエステル 100% と、はい、結構スベスベ素材でございます。そうね、はい、で、この持ち手のところもね、はい、はい、リボンみたいなデザインになってます、うん、これがね、ゴムじゃないんだね。そうそうそう、ちゃんと普通に移動するね、これ ね、 ね、はい、中身行きましょう。はい、はい、じゃーん、おー、すげえ、はい、はい、中がね、ちょっとシナモンカラーでブルーですね。そうなんですよ、はい、で、はい、内ポケットが、はい、ここに一つ、はい、なんとこっちにも実は、うん、はい、ジャックのある状態で、お、あるんだ、あるんですよ。なるほどなるほど、素晴らしい、使い分けができますよ。大事なものはね、こっちに入れて、はい、で、なんだろう、大事じゃないものをこっちに入れましょうってことだね。すぐ取り出したいものでしょ。チャックがない方がちょっと大きめ、おっていうか、そこいです、そこいか、うん、で、町もあるんだよね、はい、しかもその町もね、だいでかくない、これでかいよ、これでか町、でか町、めっちゃ入る。地球ならば、まあ、ここに大きいチャックがないっていう部分、うん、あとは、ここにまあ、例えばね、透明のビニールみたいなのがあって、で、その中にもポケット入れれるような、はい、仕様だったら、なお推し活がはかどるかなっていうところではあるんですけど、ただね、これね、普通にあのサンリオショップとか行ったら、うん、物販としてあの売ってるレベルのものです。めちゃめちゃ大きいし、街もすごいあるし、実用性としてはね、マジでいいと思います、うん、ぜひね、その実用性のいいものを、はい、レオナスンにお、これプレゼントします。おお、いいの、ありがとう。グラス、じゃあお返しでお渡しますんで。いいんですか、これで、シャンメリー入れて飲んじゃって。ありがとう、ね、はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次はね、2月ポチャクくんの単独時来ますんでね。ああ、ポチャクくんっていつも誰かとこうセットで来るんだけど、ね、今回単独でポチャクくんオンリーのくじなんでね、はい、めちゃめちゃこれはね、熱いくじになっております。はい、はい、まあいい引きがねまだ続くといいけど ね、 ね、ちょっとね、次もね、正直頑張りたいところであります。はい、はい、また皆さん楽しみにしていてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃっ。